しゃい。挨拶使っていきまーす。録画開始開始。バルスジャンナか。通常級できないな、これ。通常級なんてしたら HP なくなるわ。カイサってでもなんか大して話すこともないよな。カイサって何話すの？避けてあげてー、避けてあげてー。ジスパチンコ、すごい名前だ。おどーす、もらってきます。オロロさん、4回殴れしかない気がする。これしかないよな、割とそれに全てが詰まって。ジャンナ楽しそうだな。あいつすげえ、あいつダブリ取らねえな。ジャンナってダブリ結構強くなかったっけ。レオナとかオールイン系だね。レオナとかノーチラスやね。ハイサノーチっていうぐらいやからな。あ、それで全部取られた。マスターイがガンク出せるイメージがね。どっちだろうな。うぃー、ジャンナってマジでさ、一番ぐらい連強いんだよな。もうワイルドリフト界で一番を名乗れるぐらい強い。ボマーも剥げちゃった。行くぞか。マナ使いすぎてマナないね。バルス帰ってるかな。あ、それは美味しい。おいしい。75円、うまきた。9回ホー。なんかバルス CS 落としすぎじゃない。なんか600円差あるんだけど。400円か。うわー、痛い。あ、やべ、落ちた。いた。なる
アルスマジで言いてえよな。あープレートが痛すぎ、痛すぎ、笑った。届くな、何かしらが。うわあ、神だったのに。なんか終わってない？味方。あ、もうドラゴンも取られてるんだ。痛すぎ痛すぎ。おもろいおもろい。痛すぎておもろいって。やったら。スキル上がるの待ってから行くと。ナイス。確かにでもカイザー大事かもな、スキル待ってから飛ぶって。結構大事、大事オブザイヤー入ってるかも。マジかそれ。死んじゃおうがカルンか。美味しい。敵を倒しました。味方が倒されました。当てるね君。お、カニ、カニ食いたい。カニ食いてえ。カニ食いたいな。白米さん、カニしゃぶしたい。よし、早っ。移動中です。やっぱ鼻血できた。まあ、いっか。これ鼻血できたらすぐ分かるよな。鼻血できたって。味方が倒されました。敵を倒しました。大丈夫そう？ギフトブランドを攻撃。チームがリフトヘアを。白米さん、ティッシュ詰めてもらって。フラッシュ切るか。フラッシュ切ってもダメじゃん、これ。陸地さん、こっちまで腹減ってきた。買わなかった。ダンネシアンさん、マイスカーかわからんて。買わないの忘れてたわ。
しばらく強すぎね。気のせいか。なんかめっちゃ強かったな。いや大丈夫大丈夫、耐えれるわ。移動中です。ミオさん、鼻から神足じゃなかったか、残念ですね。ないぞ、いた。うずいよ、ナイス。まずいなぁ。あ、まずくない。おいしい。フォーカスされんかったら余裕だな、マジで。まあどのあれでもそうなんだけど、相手フォーカスミスったのでけえ。うまいな。いいよいいよ、愛まで入るよ。いいよいいよ。これルナハリでもいいな。なんかさっきの集団戦の感じ。ナイツも。ルナハリなんか良さそうじゃない？なんか良さみある。サイドを見てほしいけどね、普通に。うわー、それ当たってないの惜しいね。おいしいこれ。あ、うなはりあったらいけそうなんだけど。何行こっかなぁ、マジで。まあ、ルナハリでいっか。あんまつまんけど、久しぶりだな、ルナハリとか。ボット守って、誰か。うお、ベイガーのウルトやば。ベイガーのウルトじゃねえや。
中です。やってない？やってないか。倒すか、めんどくせえし。敵を倒しました。いや、ウルト使っちゃったー、よくないなー。当てそう。うわ、マスタイ、お願い、マスタイ来た。交差した。なんで、なんかじゃない。なんかここから始まる感あったんだけど。白米さん、そう。ダルメシアンさん、やったー。よし、じゃあね、こういう時は、解説をつけておけば、なんとかなりますと。はい、どうしましょうね。カイさんの解説か。カイさんの解説はすることがあんまりないんだよな。カイさんの解説ですよね。皆さんの解説のお時間です。皆さんこんばんは。今日も担当させていただきます、すみやちと申します。なんか解散のビルドってなんか結構特徴的だなって、なんかあんまりやったことない方とかいらっしゃると思うんですけど、はい、そちらについてちょっと軽く触れたいと思います。まあ解散っていうのはですね、特定の条件を超えた時に、スキルというものが進化します。なので、特殊なビルドを取るんですね。はい、でまずですね、一番大事なのがこの1スキルですね。1スキルが一番大事となっておりまして、メインダメージリソースですねとなってますので、まあ、まずこれをアップグレードしたいと。ねえ、僕から詰めですね、これから。これ2個積んだらこれ解放できるんですね。ここストーブレーダーから詰めばいいじゃんっていう方もいると思うんですけど、ストーブレーダー積んだ後に、まあ、ここの、これで4600円ぐらいかかっちゃうんですね、これやろうと思ったら。まあ、3000円でできるっていうのが、まあ、このお得なお話になっております。で、その後ですね、次この、3をね、アップグレードしたいので、ちょうど、この、ドームレーザーと合わせて、ウィッツエンドで、解放になります。これ一番、これ今強い状態ですね、これが。まあ、でですね、まあ、解説の解説というか、まあ、あれなんですけど、まあ、基本、まあ、ダメージなんですけど、まあ、3で入って、1通常に、これですね。これが一番ダメージ。この、ショートトレードですね、この、これが強いです。これが強いですというのと、まあ、あと、カイさんのこのアルティメットっていうのは自分の攻撃が当たった相手、またはま、CC が食らった相手に飛べるんですけど、まあ、こういうように、ま、相手をラストヒットを取るでもよし、やっぱ逃げるときでもね、使えるんですね、これ。よくこう、使うパターンがこう、これですね、こう壁抜けですね、この、こっちの方がですね、この壁抜け強いですと。まあ、逃げるときは壁抜けに使ってくださいっていうのと、まああとはこうやって殴ってるときに味方が裏に入った、今だー今だ、殴れーっていうのもできるっていうのが、まあ3つの使い方が会社にはありますと。まああと普通にこうシンプルにね、こう追撃するでもよし、追撃するでもよし、こう壁抜けで逃げるもよし、相手の集団戦中に裏に行くでもよし、皆さん状況に合わせて使ってみてください。以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。